はい、小頭脳趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア、紹介していきたいと思います。今回はね、大きいです。はい、重いし大きい。はい、見ていきましょう。ちゃちゃんとね、はい、収まりきらない。はい、ギガンティックシリーズ、スーパーサイジンゴッド、スーパーサイジンのゴジータ。いや、でかくて収まらない、収まらない。はい、収まりきらない。重い。はい、はい、こういう感じですね。はい、ということでね、いやー、ちょっとでけえなー。いやー、今日届きましたんでね、早速開封して、紹介していきたいと思います。ではね、早速、ブリスターかな、これはね、ブリスター。うん、じゃあ早速ね、開けていきましょう。はい、開封してブリスターの状態まで持ってきましたが、いやー、重いなー、ほんと。まずね、こちらにね、鉄なのかステンレスかな、支柱があって、この横に説明書があって、で裏に、透明のね、ブルーの台座があります。はい、こういう感じですね。では早速、組み立ててみましょう。はい、はい、開封しました。ではね、見ていきましょう。まずはね、フィギュア本体ですね。はい、いや、どうです、かっこいいな。こう見るとめっちゃかっこいいな。まあ、頭部はね、クリアパーツですね。うん、ブルーのクリアパーツでね、一応ね、本体とかもちゃんとシャドウが吹いてありますね。うん、でかい、とにかく。うん、いや、でけえな。いや、いいわ、かっこいい。背筋もすごいね。はい、これがね、本体自体はね、めちゃくちゃ軽いんですよ、これ。うん、まあ、普通のああいうグランジスタ、あそこにあるグランジスタとか、それより軽いかな、同じぐらいかな。うん、とにかく軽いですね。はい、で、台座がありましてね、はい、こちら、これはかっこいいよね。クリアでゴジータ、スーパーサイヤンゴーツ、スーパーサイヤン。しかもこれがね、どういうあれかっつったら、ここはスライド式なんですよ。これがすごいね。で、これに、このね、支柱がもう組み立てましたけど、まあ、支柱がつくんですけれども、まあ、こうなってここでね、カチャってはめる感じですね。だいたい腰のあたりぐらいになると思います。はい、ではね、ちょっと固定してみたいと思います。はい、はい、台座に固定しました。はい、いやー、かっこいいね。こう台座にこう固定するとね、うわー、すげえ、でっけえなー。でね、なんであれスライドするかって言ったら、まあ、置き場所にいるんですよね。ゴジータこのロゴが見えるようにするには、やっぱりね、後ろのこれスライドを出さないと、本体が後ろの位置に行かないんでね。なので多分スライド式になってるんだと思います。前回に前に行くと、
足がねやっぱここにかかっちゃうんですよね、うん、だから文字が、ちょっとねかぶっちゃうんで、多分そういうため の, あのスライド式にしてるんだと思います。はい、いやかっこいい、おーめっちゃかっこいい、いいね、いやーこれは素晴らしい、うん、大きさといいね、もうほんと満足ですねこれはね、うん、あの 紙のねこのボリューム感とかね、こういうのはねあの劇場版のポスターに寄せてますよね、うん、だから劇場版よりって言ったらよりだよね、あのグランディストよりね、うん、いやすごい台座がまあめっちゃかっこいいよねこれ、クリアで、まあ、スーパーサイジンブルーを意識してのこのクリアブルーっていう感じでね、かっこいいわこれ、いや素晴らしい、ちょっとね、また回転台座に乗せれるかわかんないけど、乗せてね、ちょっと回しながら、お別れにしたいと思います、一応ね予告しましょう、次回も、ドラゴンボール系を紹介する予定です、はい、なのでねこの機会に、ぜひチャンネル登録、またね、見ていただけましたらぜひねいいねボタンとグッドボタン、はい、あとコメントね、いただければ、返事させていただきますので、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。